とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日のデイリー、いい場所出てました。果ての荒れ地の3。ここはいいよね。うん、報酬が近接となってます。星なき夜が出る可能性がある。うん。で、さらに、全部キャプテン倒していって、星なき夜、星なきと他には、影の衣も出るし、トリック棒、ピンクスコンドレルも来るか。なかなかいいと思うんで、行きましょうか。変更点も悪くないね。HP が4になるまで回復して、ウィッチに置き換わる、臆病を持ってる。全然いけそう。行ってみましょう。ここは確か、ボスが、いないところだったよね。うん。シタデルの方が、ボスがいたと思うんで、こっちは大丈夫でしょう。まあ、特に、問題なく。あ、最初の方はさ、確かキャプテンが、いないんだよね、ここ。確か途中、真ん中ぐらいから、キャプテンが出だしたような気がする。最初確か全然いないんだよね。あれ？え、どうなってんの？あ、こっちか。こっちから回り込んでいくっていう感じですか？全く問題なくいけてる。今ね、262の、しなき夜が出てきてくれたら、263か。262か、263。うん。の、そこそこのエンチャントでいいから、出てきてくれれば、ちょっと近接特化とかもね、いいよね。うん、あの攻撃力でガシガシ行くっていうのは全然ありだと思う。なんか変な場所だった。いや、ないね。やっぱりない。最初の方ってやっぱりないんだな。途中までサクッと行ってみましょう。からだね、こっから。エンドシティの中に入ってから、キャプテンが出だすんだ。だね。今までのところは結構長かったけど、いなかったもんね。やっぱこのエンドシティの中からだ。あ、ちょっと待って。で、ここにもいなくって、この上だもんね。上に、とりあえず2体ぐらいいるの。とりあえず2体ぐらいいて、で、さらに奥に行った時に、1体ぐらいいるかな。毎回3体ぐらいは見つけきれるんだけど、あとがね、その後がちょっと続かないんだよな。いた、どこだ。あー、こっちか。うお、よっしゃ。あー、落ちちゃった。なんだ。あ、貫通のエンチャントを持ってるか。貫通別に大丈夫でしょう。注意するやついるっけ。別にいないよね。貫通ぐらいだったら別に、なんてことない。うん。遠距離系が多いとこだったらね、それはちょっときつくなる可能性もあるんだけども、やばっ！ザコ倒しちゃった。大丈夫です。で、クリーパーに変わる。大丈夫だね。今みたいなさ、状況のために、ちょっとね、武器を、もうちょっと厳選したいんだよね。この不滅のナイフでいいのよ。不滅でも全然いいんだけども、流れ込む魂と、採掘者で、もう一個に、ダイナモが欲しいかな。うん。さすがに、近接攻撃、普通にしていかないんで、ああいう時に、一発ガシッとね、プラス20のダイナモで、攻撃していけば、早く倒せるんじゃないかなと思うんだけど。その時期も今ちょっと探し中ですね。エリトラエリアまで来ましたけども、いないね。どこにもいない。でも最後のところか。最後のところで、俺ね、いつも下に降りるんだよね。あれ下じゃなくって、上のエリアに行けば、いるんじゃないかな。ここで、あそこの目の前の宝箱のところに落ちるんだよね。じゃなくて、上からどんどん行ってみようか。
確か上の方にね、いたような気もするんだよな。こっちはいないね。うん、下に降りるともう上にはね、来れなくなるのよ。なんで、多分上がキャプテンゾーンじゃないのかい？うん、こんなとこ多分来ないもんね、下に降りると。おしおしおし、おお、すげえな、すげえな、すごいウィッチだな。あ、そうか、 40% ウィッチだこれ。あ、でも、え、いない？この先なんもないよね。洞窟ある？あ、いや、ないわ。なかった。え、じゃあ、下にいるか？キャプテンいる？どこだ？あ、下だ、下、下。いた、いた、いた。でも、まだこれ3体目だもんね。今回少ないか、もしや。あ、やばい。よし。今ので、モブ HP が 160%。脅威がないんだよね。脅威が一つもない。一個は取っておきたいなぁ。あ、いや、もうないわ。これクリアだ。だよね。この先行くともうクリアだもんね。いや、ないか。あ、やば。ないもんね。3体か。しかも脅威なし。脅威なし3体。出てきてくれるかな。まあ、とりあえず、クリアしましょう。先の見えない。では、報酬行きましょう。最初が、近接武器だったね。なんだ？おー、255。いいよ、悪くない。で、出るか？あ、出た出た出た。ここでもう、近接。いや、なんでもいいや。いいやつ来て。黒狼か。あ、まあ、結構微妙なやつが、来ましたね。見てみましょう。黒狼。クールダウンがそもそもついてない。ダメ。いりませんね。で、星夜は、あ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 ー、これは、虚無がいいのよ、虚無いい。で、こっちはね、できればクリティカルがいいんだけど、吸血で回復の方がいいかな。あ、いや、待て。クリティカルでしょ？で、虚無。で、リフレッシュでも、いいか。勇者のアーマーと合うかもしれないね。リフレッシュ付きで。悪くないと思う。ダメージが250万。もともとどれぐらいだ？もともとの星なき夜が、250で、あ、50万上がるっていうのはなかなかいいね。50万上がるっていうのはなかなかいいぞ。悪くない。いや、むしろいい方か。ちょっとこの星なき夜、使っていきたいと思います。これは良さそうだぞ。虚無に、クリティカル、リフレッシュ。これで、勇者のアーマーと合わせて使っていこうと思います。はい。ということで、今日の結果はこんな感じでございました。またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。